東京など19の都道府県に出されていた緊急事態宣言が明日から解除されます。秋の観光シーズン本番を控えた観光地では緩みに警戒しつつにぎわいを待っています。秋晴れの妙高市、山々が赤く染まるのはもう少し後。紅葉シーズンを前に宣言解除を迎えることができました。やっとこれで皆さんいろいろ今まで我慢してた部分を少しこう動いていただけるかなっていうところはあるんですけども、はい、ただ感染には気をつけてっていうことは大前提になってきますので。妙高高原スカイケーブルは去年は感染拡大を受けて営業を見送りました。この夏から2年ぶりに再開しましたが、やはり客足は伸びず、先月はほとんど客が来ない日も。今月に入っても例年の4分の1程度でした。消毒や検温、換気、ゴンドラはグループごとの乗車にして相乗りはしないなど感染対策を徹底しています。宣言が解除された中、秋の紅葉シーズンの本番を迎えられることでにぎわいを期待しています。これから紅葉で、本当山もいい時期に入ってきますので、そうですね、紅葉で癒されて帰っていただければと思いますね。快晴の下で景色を楽しむ観光客も。宣言解除でさらに外出の機会が増えることを楽しみにしています。あんまり旅行出られないからね、2人でね、こうやって車に乗ったりしてね、こういうとこだったら来てもいいだろうってんでね、はい、まず初めて来たもんだからさ、よかったなと思ってね、はい、すごい絶景だなと思って感激してます。水にならない場所を選んで大自然の中をいろいろ見て回りたいな。妙高の紅葉は来月中旬に見頃を迎える見込みです。